茶子先生です。本日も好きなものについて好きに語って授業っぽくお届けしていきます。本日の授業のテーマは6人組のエンタメユニットストロベリープリンス、略してストプリについてです。ストプリをよくご存知の生徒さんはもちろん、そうでない方にも魅力が伝わるようにお話ししていきます。それでは授業を始めます。お願いします。本日はこのストプリの、このグループ自体をテーマにして、好きなところを話していけたらなと思っています。で、ストプリっていうのはまずそもそもですね、オフィシャルの方で、改めてちょっと確認してみたんですけども、あのね、音楽グループではないんですね。ライブを開催したり、歌ってみたの動画とか、オリジナル楽曲の投稿なんかも盛んにやってるんですけども、エンタメユニットなんですね。ウィキペディアの方でもエンタメグループだったかなっていう風な書き方で紹介されてて、音楽だけじゃなくっていろんな活動をしてるっていうのが、特徴的かなと思います。私はストプリの、魅力っていうのは6人が集まった時なんですね。やっぱり基本6人で集まると、その生配信とかだとね、結構わちゃわちゃしてるんですよ。もうぐだぐだすることもあるし、結構ふざけ合ってたりして、普段そんな感じなんですけど、実は6人ともものすごい個性が光ってるというか、それぞれ得意な分野がみんなあるんですね。で、軽くなんですけど、私が見たあの印象、ざっくりその彼らのそれぞれがどんな風にいいのかっていうのをちょっとお話ししたいなって思います。まずコロンくん、水色が担当カラーです。で、個人では多分ね、一番 YouTube で動画上げてますね。で、ゲーム実況が、基本メインというか、いっぱい上げてます。あのね、すんごいハイテンションなんですよ、コロンくんのゲーム実況って。もうゲラゲラ笑うし、騒がしいし、あの口悪いし視聴者が聞いてようがそんなことお構いなしでバーって思ったことを言う感じが、あのなんか家の感じ、友達ん家でゲーム好きな友達 あのプレイしてる様子を隣で見てるっていうくらい、なんかね、居心地がいいんですね。見ててなんか落ち着くというか、楽に見られるから、そこがあの魅力かなと思います。で、コロンくんはそうゲーム実況とギャップがね、激しすぎるんですよ。あの歌ってみたも投稿されてるんですけど、そのゲーム実況のあはははは、みたいなゲラゲラ笑ってる時の印象とはもう真逆の美声なんですね。めちゃくちゃ声が透き通ってて、綺麗というか、綺麗とか言ったらね、ゲーム実況が汚いのかって話になるのであんまり言いたくないんですけど、とにかく声が美しいので、そのゲーム実況をいっぱい聞いてコロンくんが歌ってる動画を挟むと、その落差の激しさにやられますね。分かってても、何回聞いててもやっぱりコロンくんって歌ってる声すごいなっていう風にもう毎回見せられる感じです。はい。次はさとみくんです。さとみくんの担当カラーはピンクですね。彼もコロンくんに次いでぐらい多分ね、ゲーム実況をメインでやってるんじゃないかなと思うんですけども、さとみくんの動画はあのね、家飲みの雰囲気でやってる、それくらいな空気感みたいなゲーム実況です。別にお酒飲んでやってるわけじゃないんですけど、なんかね、そういうね、気楽さがありますね。私がさとみくんの動画というか、全て生放送とか、なんか話してる時とかでも全部ツボなんですけど、めちゃくちゃ笑い上手なんですよ、さとみくんって。一回ツボに入ると、独特なね、引き笑いとかをするんですけど。その笑い方がね、もうね、面白すぎて、さとみくんが笑うことによって、もうこっちが釣られて、視聴者の方が笑っちゃうっていうぐらい、で、トークが入ってこなくなるぐらい、もう、笑い声がね、面白すぎるというかね、独特でね、一部の多分ファンの中でもさとみくんの笑い声フェチみたいな方がいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど本当にね、面白い笑い声が私はツボですね。元気になります。で、さとみくんがメンバーの中では最年長なんですね。なんか年長者ゆえのこう
包容力を持って話聞けたり、大人的な立ち回りでされてるので私は好きですね。でも面白いっていう、なんかその辺の塩梅がね、あのバランスとしていいなって思います。はい、続いてルートくん、担当カラーは黄色ですね。ものすごいね、声がね、ザ少年みたいな、ザショタボイスみたいな声なんですね。で、最初聞いた時、全く失礼な話なんですけど、これ作って出してんのかなって正直思ったんですよ。でもどうやら生放送とか普段の会話の感じを聞いてる限り、これ地声らしいってことが分かって衝撃を受けたんですけども、多分声優さんでしか出会わないような声ですね。で、その声をちゃんと武器にされてて、地声のまんまのイメージの少年ボイスが合う曲も歌ってるし、全くそれとは全然違うかっこいい曲とか、声の表現の幅が広くって甘いね、ショタボイスみたいなイメージだけにとどまらないで、いろんなニュアンスの曲に挑戦されてるところが、ルート君のこう魅力をさらに引き出してる、なんか自分のこの売り出し方がうまいなというか、いうのはすごい思ってて、で、メンバーの中でのキャラ位置としては腹黒キャラなんですね。そんな弟みたいな可愛い感じなのに、なんかちょっと実はルート君腹黒いみたいなキャラを、まあ、みんなでつけていってるところもあるし、本当に腹黒いのかあなたはみたいなところを感じさせるエピソードがすごいいっぱいあるんですね。で、ルート君はそれを毎回否定するっていう流れもあったり、でも自分でも出していくっていう風なところがあったりして、その掛け合いが毎回面白いんで、ルート君はこの他のメンバーとの絡みでそのキャラを最大限に引き出していくタイプなんでね、他の人と喋ってるのを聞いたりするのが面白いです。で、かと思えば彼は自分でオリジナルで曲作ったりする才能もあるので、なんかただの弟キャラみたいな少年キャラだけにとどまらない感じが魅力かなと思いますね。はい、で続いて七森さんです。七森さんの担当カラーは紫ですね。で、まあもう七森さんはねお母さんです。お母さんっていう感じ。リーダーなんですね、ストプリの。人望が本当に熱すぎて、みんなから本当に頼りにされていて、まあ実際まとめ役なんですけどね。っていうか、そもそもストプリのメンバーが集まったのは、七森さんが個々で活動していた、方たちに声をかけて、一個のこういうユニットを作ろう。こういうことをやりたいから、力を貸してくれって声をかけたのが全ての始まりなんですね。なので七森さんがこうしたいっていう思いがなかったら、多分ストプリは誕生してなかったので、ストプリを作った人じゃないですけど、ストプリの起源になった人みたいな認識なので、私としてはね、もう尊敬でしかないですね。まあ、今となってはこんなに大人気なグループになってますけど、その才能っていうのをものすごいたくさんいるじゃないですか、ネット上にね。実況してる人とか歌歌ってる人っていっぱいいると思うんですけど、その中から今の彼らを選んだ、その才能を見つけるセンサーみたいなものが、彼ならいけるだろうとか、この人にお願いしたいみたいなところを見つける人を見る目みたいなものもすごいあるのかなって思うので、そこは本当にすごいなと思います。はい、で続いて、リーヌくんです。リーヌ君の担当カラーは赤色ですね。で、ストプリっていうのは基本的にね、実は顔出しをしてないんですね。で、どこかリアルイベントで、まあ、ライブをしたりするときだけこう顔が見れたりするんですけど、それ以外は基本的にイラストを使っていて、まあ、CD のジャケットであったりとか、まあ、MV とかもイラストが多いんですけど、で、リーヌ君だけ、リーヌの犬という字が使われているので分かる通り、犬耳が生えてて、犬の尻尾が生えてるんですよ、リーヌくんだけね。そういうキャラクターです。もう犬キャラというか、リーヌくんもこう自分の犬のキャラとしての可愛いみたいなところじゃなくって、すごいかっこいい曲を突然歌ったり、女の子っぽい曲を歌った時はやっぱり声のテイストもそっちに寄せるし、
で、なんか低音がたくさん出てくる曲なんかでは声の質もガラッと変わって、そんな声出るの?みたいなところまでかっこいい声を使ったりっていう、こう使い分けがすごいので、これ同じ人が歌ってる?本当にっていうぐらい、表現の幅がね、声の幅が広すぎて、ああ、やっぱリーヌくんってすごいなっていう感じはものすごいしますね。癒されるなっていう。声に、リーヌくんの声に癒されるとか、もう人は本当に多いと思います。で、最後、ジェルくんですね。ジェルくんは、担当カラーオレンジです。で、私、ジェルくんの、人間性がね、本当に好きで、彼の信念が好きなんですよ、私は。ジェル君は、個人でのチャンネル登録者数がまず多分一番なんですね。ツイッターもそうかな?で、まあその一番の要因になってるのが、オリジナルアニメ、遠いさんシリーズって言われてるんですけども、乙女ゲーム風のオリジナルアニメ動画を上げてて、まあツイッターでも火がつき、YouTube も相乗効果でどんどん再生回数上がって、みたいな感じ。で、ジェル君単体としての、人気もね、ものすごい高いんですけど、ジェル君だけ、関西弁で喋ってますね。もうバリバリ関西人っていう感じ。だからそのままもう、面白担当というかね、何でも面白いことやってくれちゃいます。まあ私の個人的なジェル君の印象としては、一人テーマパークですね。一人で遊園地みたいな人なので、モノマネも声マネとかやるし、まあ、そういう動画も作っちゃうし、メンバー巻き込んで面白いこと何でもやっちゃう。ジェル君は、ただ楽しいから面白いことをしてるっていう感じじゃなくてですね、人の笑顔がね、人を笑顔にするっていうことに、もう何よりも価値を置いてる人なんですよ。自分の利益よりも、自分を応援してくれる人とか、自分の動画とか、自分の作ったものを見た人が、今よりも少しでも笑顔になってほしいっていう気持ちのもと、そういう動画を作ったり、何か楽しいことをもっとやりたいっていうふうに思って、行動してるし、マストプリでもそういうふうに活動してたりするんですけど、なんかそんなこと普段しかも表に出さないんですよ。なんか俺は努力してるし、みんなを楽しませるためにこんなことをしてるんだ。どうだ、すごいだろうっていう感じはもう全くないんですね。そんな当たり前やんっていう感じなんですよ。それが素でドストレートでやるので、もうなんかね、そのまっすぐさにこっちはやられますね。なんか損得感情抜きで人のためにここまでできる人がいるのかっていうところで、私は本当尊敬もしてるんですけど、ジェル君はね、まあちょっと、まあ、こういう感じで濃いんですよ、一人一人が。で、この6人が合わさるからこそ、もうストプリは最高なんですよ。また個人のコロン君だけとか、ジェル君だけとか、みたいな、一人一人を紹介する動画をアップできたらなと思っていますので、この人について喋ってほしいとか、あとこの曲について喋ってほしいみたいなリクエストなどがありましたら、コメントの方にお願いします。で、まあ、この動画自体への感想とか、私はストプリのここが好きなんだみたいなところとかがあったら、私はそれを聞いたりするのが大好きなので、ぜひ、コメントいただけると嬉しいです。長文大歓迎ですので、よろしくお願いします。はい。では、長くなってしまいましたが、最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも好きを伝える楽しさをお届けしてまいりますので、応援のほどよろしくお願いします。それでは、本日の授業はここまでにします。ありがとうございました。